宮崎駅にやってきました。今回のヨカバンは特別企画です。素敵なお客さんがやってきてくれました。特に女性の皆さん必見ですよ。いやー宮崎てげ変わったわもうすげえでけえようこそよろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。というかお帰りなさいですね。あ、ただいまです。はい、佐藤信長さんです。佐藤信長です。よろしくお願いします。宮崎出身、東京でブレイク中の 2.5 次元俳優佐藤信長。テレビ、CM、舞台、音楽と幅広いシーンで活躍。ミュージカル刀剣乱舞では源清麿役として出演。その甘いマスクに全国のファンが急増中。さあ、じゃあ今日はですね、はい、宮崎の皆さん、女性の皆さんにも、はい、もっともっと信長さんのことを知ってもらおうということで、はい、某番組風に、はい、思い出の地巡りをしていきたいと思います、はい、行きましょうか。はい、お願いします、はい、楽しみです。というわけで佐藤信長のルーツを探る信長聖地巡礼ツアー。最初に向かったのがこちら。さあ、まず信長さんがやってきたかった場所がここです。そうです。いやここじゃねえだろ感あります、もしかして。ここが何という場所ですか？ここは生命台北団地というところなんですけど、はい、まあ普通宮崎の場所紹介したいってなったら、うん、こういう団地とかではないじゃないですか。と思いました。ですよね。っていうか、うん、この雰囲気って多分宮崎の中でもない場所なんですよ、この静けさとか。いや、いい意味の、これ遊んだなとか、ドッジボールしたなとか、チャリンコ乗り回してたなとか、すごい思い出して、そして、うん、僕が一番来たいというか、懐かしさを感じる場所が、この公民館なんですよ。習い事とかもここでやったりしてて、僕、そろばんやってたんですよ。そろばんを習ってたんですか？そう、小学生の時、うん、で僕、ここの集会場の何がいいかって匂い、ちょっと待って、匂い帰ってきてやるのが多分、こう鍵閉まってるんじゃないですか、うん、懐かしい。うわマジで懐かしい。ちょっとやってみてください。ちょっと待って、失礼しますね。これ大丈夫ですよね、鍵閉まってる。はい、閉まってます。あ、なんか独特の匂いしません？木の匂いがする。僕そろばんやってた小学3年生の時の気持ちになってます今。はあ、この香りをこの隙間から嗅いで。そうです、これなんです僕の。大丈夫かな、ちょっと最初ここで次どこ行くんだろうね。いや、武田さん、はい、次僕が見せたい場所、はい、ここです。ここですか？ドゥン階段です。いや結構急な、これは僕の中で、うん、はい、まあ、ここもまあ思い出の地ではあるんですけど、ここも思い出の地、まあ、僕の中で宮崎の君の名はって言ってるんですけど、はい、ここをこうやってこうやって押して上がってたんですよ僕。あの自転車通学で。そうです。じゃあ3年間高校できついバレエの練習頑張って、はい、8キロ帰りこいで。そうです。その時はもう本当に何気ないというか帰る道なんで普通にやってたんですけど、今思えばまあすごいトレーニングというか足腰力ついてたんじゃないかなって思いますね。そっか、まさにコアな思い出話が飛び出した生目台から宮崎市の中心街若草通りへ。高校時代は通学路だったという信長さん、思い出の場所は？あ、なんかいい匂いが、ね、いい匂いしますね。待って、懐かしい。いや、いいあんこの匂いがここなんですけど、いや、これでも幸楽饅頭よく行ってました。ここ行ってました？行ってました。今ちょうど作っているとこですね。そうですね、もうこの、うん、換気扇が匂いがもう換気扇から出てくる。めちゃくちゃそそられて、いつもここ自転車で通るときにこの匂いがファーンってして、あ、で戻ってここに止めてくださいって言って、どうですか？いい匂い。
いい香り。いや本当にいい香りで、うん、もうねお店の外に溢れて、うん、出てるんですよこの香りが、うん、いただきます。うん、うんうん、ちょっと口に入れすぎた確かにこの僕甘いのも好きなんですけど、うん、この甘すぎなくてなんかすっきり食べれる。僕普段一人で来た時2個とか食べちゃうんでそれぐらい食べやすくて美味しいなって思いますおいしいあ、ここはですね、はい、ここ僕、はい、駄菓子大好きなんですよ。駄菓子が好きなんですか？めちゃくちゃ好きで。え、いつも駄菓子こうやって東京でも買ってるんですか？はい、東京でめっちゃ買います。もうこういう駄菓子屋さんに来て1個何十円とかじゃないですか、うん、5,000円ぐらい買って帰る。嘘、うん、見せてください。てか取りすぎ、待ってこんな感じで買うんだあ、そうです、もうバッと取ってちっちゃい時にはできなかったじゃないですか、こういうことが。ファンの間では超トレンド、駄菓子マニアの信長さん、猛烈な駄菓子愛をマシンガントーク。お目当ての商品を次々とカゴの中へ。いやー2500円ぐらいですかね。でも駄菓子こんな買ってもその、うん、いかないじゃないですか、うん、こんな満足度があって、うん、2430円。すごい、やっぱ感覚すごくないですか？感覚すごいですね。駄菓子マスターだって2500円ぐらいって言ってましたもんね。ですよね、やば。信長さんの駄菓子愛を紹介した後は、学生時代バレーボールに明け暮れた思い出の地へさあ続いてやってきましたのは日向学院高校です。はい、僕の母校です。はい、母校ですね。はい、もうここもたくさん思い出が、青春が詰まった場所なので、じゃあちょっと、はい、青春を探しに行きますか。はい、行きましょう。ただいま。ただいま小学校から高校まで12年間バレーボール一筋だった信長さん、やはり高校時代の思い出の場所といえば、はい、そして、はい、この校舎のお隣にあるのが体育館ですね。はい、そうです、僕がバレーボールをビシバシ鍛えられてビシバシやったあの場所ですね、ここが。あ、久々に開けます。高校生ぶりに お邪魔します。えどういうこと、どういうこと、どういうこと、おーいじゃないんだよ。おーい久々に開けます。高校生ぶりに お邪魔します。おーい、えどういうこと、どういうこと、どういうこと、おーいじゃないんだよ。おーいうわやばい、友達がいました何してん、こんにちは。あの、勝手に体育館使っちゃダメじゃないですか？こんにちは。こんにちは。なんで言うのやば高校の後輩の佐々木俊と、はい、中学 あの同い年の荒上博智くんですよろしくお願いします。一緒にバレーを頑張った仲間ですね。そうですね、頑張りました。なんと今でも大の仲良しという信長さんのお友達がサプライズ登場。学生時代のエピソードガチで語ってもらいましょう。どんな人でした？そうですね、とにかくひょうきんでクラスの中で絶対目立つ存在でいましたね。明るいひょうきん先生たちからものすごいはっきり言っていいですよ。もうテレビ的にははっきり言ってもらった方が。先生たちからは、先生たちからものすごい注意されてた。嘘つけ嘘つけ同じクラスになったことないんですけど、高校から多分モテをちょっと意識し始めてして、ね、なんだモテを意識って、すかし気味だったんですけど体育祭とかやっぱ長蛇の列が作って握手とか写真撮影とかしてました。列？いや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 、そんなないですよ。列ができた？まあ多少ちょっと持ってますけど、まあ、モテてました。出た出た。そんな信長さんの中学時代の映像がこちら。当時県代表にも選ばれたという華麗なプレーが次々と。それでは元県選抜の
バレーボールのお手並み拝見といきましょうか。はい、はい、卒業ぶりにこのユニフォームを着てスパイクを打ちます。レシーブ、オッケー。あ、頼む。おお今の反則です。お待たせしました。思ってるほど飛んでないし触れてないし当たんないっていう。いやでも久々にここでバレーできて本当に嬉しかったです。いよいよ旅もマッチポイント。部活動が終わった後に時折向かっていた熱い鉄板のお店。僕がラストを飾るのは、はい、こちらです。ここお好み焼き屋さんですか。そうです。ここ日向学院のすぐ近くなので、うん、はい、あの学校の授業終わりとかにみんなでここに来てワイワイご飯を食べるっていうのが僕たちのルーティーンでしたね。お、いい音。いい音。すごいよ。なんかもう自然とやってもらってしまっているけど全然いいんですか。高校時代いきます、はい、信長さんが通っていたという、はい、お焼き屋上手。楽楽めっちゃいい焼き屋。懐かしのグルメとともに思い出話に花が咲く、うん、と武田アナ、うん、ふと気づいたことバレー部の後輩もあのノブ先輩って呼んでましたけど、はいはいはい、信長っていうのは本名ですか。あの父親が織田信長が好きだったんですよ。そんな理由。そんな理由なんです。だから母親が信長って本当につけるって思ってなかったって言われました。じゃあお母さんはもう冗談と思ってた、はい、ですよね。で本当につけてたわって言ってました生まれた時から信長なんで勉強そこだけめっちゃできました。歴史の織田信長の あの安土桃山時代だけめっちゃ点数高かったです、ね、へえ、はい、いただきます食べましょう。いややっぱでも明太チーズ餅もんじゃって王道ですよね、うん、食レポのオファーが来るかどうか。うん、熱っキャベツがシャキシャキしてて、うん、めちゃくちゃ美味しいです。このベビースターもカリカリしていい味出してます。おお、まあ何点ですか。20点かなうん、おこげもなんか綺麗についてるから。俳優としてさらなる高みを目指し東京で活躍する信長さん、地元宮崎からのエールが励みになると語ってくれました。メッセージとかいただく中で宮崎から応援してますとかいう声をいただくと本当に、あ、なんか同じ地元から応援してくれてるっていうのがすごい嬉しいなって、本当にパワーになるので、あの、ありがたいですね、すごく。うん、じゃあ宮崎県民の皆さん、はい、ファンの皆さんにカメラ目線で、はい、今、東京の方で、あ、ごめんなさい、ちょっと大きいですか。なんだっけ。今日は、僕の、ちょっと待ってごめんなさい、またまた今日は僕の思い出の地をたくさん紹介させていただきました。これからもですね、宮崎大好き俳優として東京で頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。完璧。ありがとうございます。テイク7ぐらいでしたねちょっと笑わないでくださいそして来週は新企画、初めての差し飲み。佐藤信長さんが地元宮崎で会いたかった中学時代の恩師がサプライズ登場。初めて焼酎を酌み交わし語れなかった当時の思い出話が続々と。先見がかりと皆さんもほろ酔いで差し飲みにお付き合いください。来週もお楽しみに。ほら今